チャンネル登録お願いします。はい、じゃあお願いします。あ、すみません。はい、お願いします。はい、なんかあ、そう、ベルトしてきた。どんな具合なんですか？ね、1番ですね。1番です、はい、はい、圧迫骨折したんですよ、はい、尻もちついて、はい、尻もちついて、大変卓球してたんですよ、うん、卓球してた、はい下がろうと思って、はい、いつもだったらスッと下がれるんだけど、ちょっと違う靴を履いてたんですね、はい、そしたら引っかかっちゃって、うん、このまんま引っかかっちゃってバタンってお尻からドーンってこんな風に倒れちゃったんですよ、はい、足が両方出ちゃって、はい、それで自分で背骨がぐっちーって潰れたのがなんか分かったんですよ、でも痛くて痛くてぐしゃぐしゃっていう感じだったんですよ。怖っ。そう、それでもうそのまま寝転がって、はい、もうみんなが起こして椅子に座らせようとするんだけど椅子がもう座れなくて、はい、でももうダメダメダメって感じ で、はい、で救急車呼んでくださいって言って呼んでもらって、で救急車の人に見てもらおうと思って、はい、でそのままね結局救急車の人に乗せてもらって、救急病院行って、で CT スキャンで出たら、L1 のところが L1 ね、うんうん、圧縮骨折してますよ、うん、みたいな感じで、でも本当に寝たっきりで、はい、もう歩けなくなっちゃうのか車椅子なのかと思うけど本当に。はい、もう痛くて、でその時薬飲めばよかったんだけど、あの時私飲まなかったんだよね、なかなかね。でもちょっと飲んで、そしたら本当に飲むまでは痛かったんですけど、うん、で歩くのもそろりそろりおトイレにね、行ったりね、うん、してたんですけど、2週間安静してたんですけど、今は本当に良くなったんです。あ、そうなんだ。いたよね。そうすごい外反母趾ね。そうなんですよ。だからこれがいつからかわかんない。乗っかっちゃってんじゃない。そう、乗っかっちゃってんの。おしゃれな靴履いてたんでしょ。そう、背がちっちゃいから、うん、背の高い男の人と付き合ってすごい、うんうん、ヒールの高いの履いてたら、うん、アメリカ人背高いもんね。いや、アメリカ人じゃなくてその頃まだ日本日本だった。失礼しました。はい、失礼します。はい、外反母趾の方もひどくて、はい、医者にかかってたんですけど、で痛かったら手術しようねって言われたけど、うん、痛くなかったんで、はい、で痛くないようにちょっとこっちはこっちでマッサージで、うん、痛くないような人がいて、その人にいつもマッサージして爪切ってもらったりなんかしてると外反母趾は大丈夫なんですね。あ、そうですね。でも今度はね、はい、外反母趾はいいんだけど、こういう足首とかね、うん、膝小僧が痛くなってきちゃったんですよ、うんうん、だからなんか本読んだら全部つながってるそうで、うん、みんなどこもここも痛くなるみたいで、はい、あ、これは膝がダメだねと思って、膝は膝で、ちょっとカイロプラクターに行こうかなと思ってた遊びに転んじゃって、うんうん、あ、そうなんですね。そう、だから多分カバーしてたんじゃないかと思うんですよ。痛いところが痛いところをカバーして、ね、うん、痛いところが痛いところをカバーして、うんうん、で自分で今はもう本当にここのそのぐちゃってやっちゃったところはここなんですけど、はい、そこに近いところがやっぱりお辞儀したりするって言って、そう okay, okay. ちょっと歯磨くのもダメだし、うん、歯を洗うのもダメだし、うん、これ取ったら痛い？取ったら別に痛くないです。ただ、うん、自分ですごい不安なんだ。そう、うん、これでさ、うん、お辞儀するとどう？お辞儀する、痛い？やっぱお手手をカバーしとかないと怖い？そうね、うん、ちょっと怖いよね。痛い？まだ痛くないですよ。本当に痛みはね、うん、皆さんのお祈りが治ったんですよ、うん、ただ、本当にこうやって歯磨いたり顔洗ったりしてると、うんうん、だんだんぐーっと痛くなってくるんですよね、うん、もう痛いね、うん、今は大丈夫、まだ今大丈夫、うんうん、で今どうやると痛いか教えて。今やるとね、うん、後ろにはね、なんか反れなくなってきた、うん、あー、そう、ちょっと痛いね、うん、ちょっとね、OK、じゃあねじるんだぞ。ねじんのもね、うん、あんまりねじりたくない、ね、そうだね、硬いもんね。で、このまま後ろはいける？後ろ、このまま後ろ、あ、きついね。怖い、きますけど、うん、怖いね、はい、OK、うん、反対は、うん、反対、これ平気？これも今のところ痛くないけど、そのまま後ろ行ける？そのままこうやって反るのちょっと怖いです、うん、怖いね、OK、 後ろに反るのは怖いです、うん、OK、はい、バンザイできる？バンザイは大丈夫です、うん、痛くない？痛くないです。 OK、 戻して、はい、上向いてみて、これ痛くない？
大丈夫です。あんま向けないね。そう、うん、オッケー、向けないです。じゃ上向いて寝てみて、はい、上向いて寝て、はい、これもセットでいつも持ってるのね。違う、違う、あ、これは貸してくれた。あ、そうなんだ、レイさんが。そうそう、だから座れないです。あ、こここう、この辺で座ってます。浅くね。そう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 、上向きで寝てください。はい、はい、はい、これは、はい、こっちは股関節は柔らかい。あ、はい、やってみて。柔らかい、下ろして下ろして下ろして、はい、そうそうそう、ね、下りるでしょ。はい、で、反対はちょっと硬いんじゃないのこれ。あ、ほらほら、回れない、うん、それ以上はいかないね。はい、はい、両膝曲げて、はい、はい、これが痛い。あ、痛いです。痛いでしょ。痛い痛い痛い、こっちは痛くないの。あ、そうね、これが痛い。あ、それ痛いです、はい、こっちは平気。あ、下ろして、はい、お手でここ、お手でここ、はい、はい、肘を下ろして、はい、楽にしてください。楽にして、そう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 、全然違う。ほら、こっちはもうついてるけどさ、うん、こっちめっちゃ浮いてるじゃん。あ、本当だ。ね、全然違うでしょ。ええ、こういうのがもう、症状が治りにくい原因なのよ。はい、肘を伸ばす。はい、肘伸ばして。はい、うん、ちょっとずれるね。あ、OK、うん、ちょっと痛み確認するね。はい、はい、これ痛い？腰、どう？どう？大丈夫ですね。ちょっと怖い？ちょっと怖いですね。怖いね、怖いね、はい、力入ってるね。はい、これはどう？大丈夫です。これ大丈夫、はい、両膝曲げて。はい、お尻浮かしてみて。お尻浮かすのがね、なんか怖いの。オッケーオッケー、いいよ。ガクガクってなる。ガクガクってね、ちょっと 痛そう。これはどう？これは大丈夫ですけど。痛くない？はい、硬いんだけど。この辺なんとかで痛い。ああ、ごめんごめん、はいはい。これはどう？大丈夫。大丈夫。こっちは？まあ、そっちも。うん。これどう？大丈夫？こっちは？痛いですね。痛いね、痛いね。はい。はい、オッケー。さあ、それでここからやっていこう。力抜いて、力抜いて、力抜く、はい、そう、力抜いてね。力抜くだけでいいからね。そう、確認して。はい、もう一回やってるよ。はい、これ、あけみさん、はい、どう？全然痛くない。痛くでしょ。全然痛くない。あれ、はい、お尻上げてみて。もう痛くないから、はい、ほら、どう？本当だ、痛くないでしょ。さっきより、ええ、下ろして、下ろして、はい、はい、さっきより怖くない。はい、丸まります。これどう？ほら、お、全然いいじゃん。すごい、いいでしょ。え、はい、力で力で、はい、ほら、あら、柔らかくなったでしょ。はい、うん、なんで？はい、こっち倒して。はい、どう？はい、はい、どう？はい、オッケー、立ってごらん、もう痛くないから。はい、ねえ、立って、はい、あ、こんにちは。ほい、明美さん、はい、こっちにしてみて。はい、はい、はい、うん、お、いいじゃん。なんかさっきより全然柔らかくなった。うん、あれ、はい、あ、後ろ、後ろやってみて。後ろ自信持って、はい、あ、ほんとだ。 すごいね、すごい、すごい、はい、はい、ねじって、ねじって、ねじって、ねじる、はい、これ大丈夫。全然後ろまでいける。このまま後ろやって、後ろ、後ろ、ほら、すごいじゃん、自信持っていいよ、ほら。あら、はい、オッケー、反対、反対、あら、反対、後ろ、そう、いいじゃない。全然大丈夫。ちょっとこれ、そう、さっ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 て歩いてきて、歩いてきて、はい、さっ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 さ、もっと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 、さっ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 さ、どう？はい、コルセット、全然スタスタ、コルセットいらないじゃない。もういらないね。いらないでしょ。いらない。ちょっとしゃがんでみて、こう、しゃがんでみて、しゃがんで、うん、痛くないね。痛くない、いいじゃない。はい、もう卒業です。あ、卒業ですか。ありがとうございます。はい、じゃあ感想お願いします。はい、はい、すごいです。もうあっという間になんか痛みがなくなって体が柔らかくなりました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ2番さんお願いします。2番さん、チャンネル登録お願いします。